ということで、ファークライプライマル続きからやっていきたいと思うんですけれども、前回やったね、あのジェイマ、カリウドジェイマの話の続きで、こいつ、ブラッドファングサーベルトゥースをね、狩りにやってまいりました。まあしばらくね、あのメインミッションが他のメインミッションが消えちゃったみたいなんで、そうだね、あ、ジェイマと話せとかなってるけど、まあでもここら辺のやつをやらないと、あ、またウルキが出てきてるあ、復活してるし、マジか。まあでもここら辺勝っていくのもね、いずれは動画にしようかなっていうのは思ってたので、まあ今の段階でこう枯れるだけね、勝っちゃいたいと思います。まあというか、この私の装備で枯れなかったら、それは結構嘘みたいなところはあるのでさすがに嘘でしょっていうところはあるので、まあね、難なく勝って手なずけてね、一緒に冒険していきたいかなと思います。さてさて、ブラッドファングサーベルトゥースはいかほど強いのかっていう感じですけども、どうやって、あ、ここから上がるのか。で、この上に登るとブラッドファングサーベルトゥースとの戦いが始まるのかな。急に始まるのかどうかはちょっとわからないけども、よし、洞窟を探検しろ。まあ行ってみようか。で、この中にブラッドファングサーベルトゥースがいるんでしょうか。まあ、すっぽいよね。どこら辺にいるんだろうな。まあ、本当にあの奥まで行かないといけないみたいですけどね。結構深いな。おお、危ねえ。危ない危ない危ない反射神経あって助かったわ。お、近づいてきましたね。どうなんだろう、多分普通の動物とは違ってすごい強いみたいな感じはあると思うんだけど、どんな戦いになるんだろうな。なんかやっぱステージでボス戦みたいな感じで戦うのかな。めっちゃ落ちてきたけどちょっとサーベルトゥース大丈夫か。ドボチャーンつってものすごい勢いよく落ちてきたけど、よしよしよし。で、これ登ってって。多分登った先だね。ん？始まるな。高い。走れ。サーベルタイガーが近くにいる。夜は死を意味する。死だ。あ、やばい。誰かが。くそ。あいつは死んだな。この奥に連れ去られたのです。ブラッドファン、一度この獣を刺したことがある。なるほど、オロスに来る前に別の場所にいたのかな、ブラッドファングは。手がかりからブラッドファングサーベルタイガーを探せ。ミニマップの探索ゾーンには大型の獣が残した手がかりが表示される。一部の大型獣は手なずけられるが、その前に倒す必要がある。死亡しても大型の獣に与えた傷は次の狩りまで持ち越される。なるほどね。っていうことは、どういうことかっていうと、まあ難しいってことでしょうね。モンハンの、なんか死んでも、そのまま、敵の減った体力をそのままで、こう引き継いでね、戦っていけるとか、そういう感じ、だと思っていただければいいんじゃないでしょうか。で、多分ブラッドファングはさっき引っ張ってったあの、なんて言うんだろう、ドレッドヘアーみたいなドレッドヘアーみたいなやつのこの血を追っていけばいいんだと思います。鼻がね、鼻がたまにすごい痒くなるわ。だからどうしたって話だけど、で、この奥のあたりに、まあ、進んでいったんじゃないみたいな感じにはなってるけど。エリアを調べろ。このあたりにいるのかな。あ、なるほどな。さっきのやつはここで。このものはすぐには死ななかったようだ。マリアル、
シャサルガチャ手がかりからブラッドファングサーベルタイガーを追え。サーベルトゥースね、新しいの欲しいっすね。なんかすごい人の声がするけど戦ってんのか。フクロウマルちょっと呼んでみようかな。見つけたりする？無理か。そんなパッて見つかったりはしないか、さすがに。そんな気はするので。おっと危ない、落ちちゃったぞ。あ、まあ、こっちから進んでいって、こう、降りながらね、進んでいきますか、下へ。下へ、下へと。シューッとね。すげえ降りんな。めちゃくちゃ下まで降りたぞ。うわ、なんだこの専用ステージみたいなの。いや、待て。これ専用ステージ。あー、なるほどね。この狭いエリアの中で戦う感じか。はあはあ、あ、でも難易度ハードだからそんなに強いわけではないのかな。で、おそらくこの2エリア、ここに書いてあるこの2つのエリアのどちらかでこのブラッドファングを見つけることができるっていうか、穴復活落ちたら死ぬな、これ気をつけないと。さあ、ということで、一つ目のエリアに入りました。で、ブラッドファングはおそらく、こっちか。こっちへ進んでるみたいだな。これは？あ、食べた肉の跡か。血まみれのウダムの仮面だ。ブラッドファングから逃げていたのか。ウダムは崖の下に追いやられたか。なるほど。こっちの方にウダムは追いかけられて、でも仮面もね、自分たちの族のあれでもある仮面をなくしてまで逃げてったっていう恐ろしい敵なのかな。死んでるし、ブラッドファングはここでウダムにとどめを刺した。血の足跡は南へ続いている。なるほど、多分結構狩るのを楽しんでる感じかな。さ、ということで、ブラッドファングサーベルトゥースの、なんか、手がかりがありそうなエリアに、再びやってきました。あ、またなんか、なんだこれ、フンか。多分フンだな。ブラッドファングは病気なのか。新しい足跡は谷へ続き、古い足跡は森へ続いている。まあでもどっちに行ったかってのは正直わかんないよね。お前の同種なんだからさ、ちょっとわからない。しかもどっちがどっちかわからん。どっちでもいいか。どっちでも行きますか。さあ、ということで、またエリアに来たんですが、あ、これはなんだ。ああ、爪研ぎしたとか。なるほど。ブラッドファングが爪を研いだようだ。土地に印がある。強い匂いだ。なるほど、ここにマーキングをしてるってことか。あー、ちょっと引っかかってる、引っかかってるよ。そっちへ行くんだ。そっちへ行ってくれ。で、あ、ここに電車ハンドがある。電車ハンドはちょっと回収していこう。埋まってる。よし、電車ハンドゲット。で、さらにこの奥の方へ進んでいって、お、ということで、大型の獣用トラップのチュートリアルが出てきましたね。大型の獣狩り用スライダー、トラップを仕掛けられる位置がマップに表示される。あ、赤いあの、スパイダーウェブみたいな。クモの巣みたいなアイコンがそのアイコンか。で、その場所に近づき、資源を使ってトラップを作れ。トラップで捕まった大型の獣は負傷するか少しの間動けなくなる。まあ、ダメージを与えるか、まあ、足止めをできるっていうことでしょうね。エリアを調べろ。多分これだな。槍は外れた。ブラッドファングはウィンジャーを奇襲した。丘の上にたくさんの血が見える。
なるほど、こっちってことか。よし、じゃあこっちへ追っかけていこう。んーで、これが、あ、結構鋼材を使うんだな。これがその罠を仕掛けられる場所なのかな。で、ウィンジャの狩人と話せってなってる。こっち側か。あ、罠がいっぱい仕掛けられるけど、あ、仲間が死んだ感じか。よし、じゃあ話を聞かせてくれ。何があった？ブラッドファングがウィンジャの村を破壊した。奴はウィンジャの肉が好きなんだ。ブラッドファングが来る夜まで待とう。なるほど。で、寝床で、あ、もうおあつらい向きにここに寝てくださいと言わんばかりにあるけども、じゃあそこで寝て、一晩明かせば、っていうか、まあ夜になれば。ヒグマか、ケーブベアの皮が欲しいんだよな。あれ？ケーブライオンか。違うな。サーベルタイガーの皮だから。そうかそうか。よし、じゃあ一回寝て、夜まで寝て、奴を待とう。おやすみ。さて、ブラッドファングサーベルタイガー用の、トラップを準備しろ。なるほど。多分この置ける場所にこれを置いていくと。トラップをクラフトした。これさ、鋼材いっぱい持っといた方がいいな。鋼材をいっぱい持っておきましょう。32本入るので、もう32本パックに詰めて、よし、行こう。で、このよくわかんない石の近くにはトラップをいっぱいつけられるみたいなので、ん？待って。これブラッドファングじゃない？ちょっと待って。いきなり来たの。急じゃない？こっちか。ちょっと待って、火をつけようか。どうどうどう？この感じどう？よし、逃げた逃げた。待って待って待って、追うんじゃない追うんじゃない、深追いはよせ。死んでるしよし、回復しろ。で、お前お前、ちょっと待って、もっと肉を食べろ。よし、オッケー。おお、来た来た来た急に来るな。あー、でもうちのセイバートゥースちゃんがなんとかしてくれてるから、その間にこうバシバシ。あ、ちょっと待って、死んだ。嘘。ちょっと待って、ちょっと待って。きついきついきつい。これ、罠仕掛けられる。待つんだ待つんだ。ちょっと待って。これ食べちゃおう。よし、オッケーオッケーオッケー。待って待って。ちょっと待って。罠を仕掛けたい。よし、オッケー。これで引っかかってくれるはず。よしよしよし。オッケー、引っかかってる間にもう一回ちょっと肉を食べつつ、お前も肉を食べるんだ。やばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。カオスだなカオスとしか言いようがないけど、よし、燃えろ。で、燃やして、オッケーオッケーオッケー。あれは希少な獣だ。あ、言わんでもわかる言わんでもわかる。でも倒せそうですね。やっぱまだハード、ベリーハードじゃないだけあるな。ちょっと待って、毎回やられんな。オッケーオッケーオッケー。やつは行ったね。よし、サーベルトゥース、ご飯を食べるんだ。ご飯を食べて、お、元気になってもらって、よし、もう一回もう一回どんどん食べろ。よし、スパイクトラップをどこに仕掛けるかだな。寝床を見つけて日没まで休む。あ、なるほど。日没まで休ま、なんか燃えてる。なんで？そんな俺、激しく燃やすようなことしたっけ？なるほど。とりあえずもう一回休んでね。日没を待って、また戦闘再開という感じでしょうか。ちょっと、矢を作っておいて寝ましょう。よし。二日目に突入しましょう。
おやすみ。よし、そろそろ起きるか。十分に休養が取れましたね。川とかスタッシュされてない？ケイブベアとかのマジで欲しいわ。倒すの結構しんどいんだよな。あとね、ケイブベアが3枚とサーベルトゥースが4枚っていうね、結構な量を倒さないといけないので。めっちゃ燃えてんじゃん。あ、なんか人が殺されてる。やめてやめて、うちの村を、うちの村の人から、うちの村から人を奪わないでくれ。あんまり元々多くないんだから。サーベルトゥースがこっちの方にいたな。もう準備してあるんでいいっすよ、来てください。これ多分サーベルトゥースじゃない？あー、来た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 。ちょっと待って、うちのサーベルトゥースと戦ってくれ。で、ここでいつもの通り炎をつけてやつを燃やしながら頭に当てていきましょう。なんかすごい怖い、ホラーゲームみたいなんだけど。よし、お前飯食え、飯を。ちょ、追っかほんとすぐ追っかけてくるのは欲しがりかよ。あ、死んでる。え、死んでる。マジか。ちょっと待って、サーベルタイガーが回復する前に手なずけろ。オッケー、手なずけましょう。もう勝手に手なずけてくれるのね。どうだ。よし、ということでブラッドファングサーベルトゥースになって、今までのは帰っちゃったか。かわいい子猫、子猫子猫かな。ブラッドファングサーベルタイガー狩り終了。やめろ、それは元村人だぞ、うちの。な、まあ、撫でてあげるか。まあいい子だな。いい子いい子。よしよし。これからよろしく。これからね、結構いろいろ戦っていくと思うので、よろしくお願いします。ここら辺って回収できないのかな？無理か。まあ、たかが鉱材だからいいんですけど。いや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 。うちの村人殺されたよ。ウィンジャが殺されたわ。で、まあ、特に、そうだね。特に何があるってわけではないので、肉をちょっと入れて、これもちょっともらいつつ、まあ、鋼材もね、使った分だけ入れて、よしよし。まあ、こんなもんでしょう。オッケーオッケー。ということで、じゃあ、今回はここら辺で終わりにしておきましょうかね。じゃあ、どうしよう。次回は一回ここ、村に戻ってジェイマと話してみましょう。で、多分ジェイマからミッションがもらえると思うので、まあそれをやってもいいかな。で、そう、なんかあれか、メインミッションの合間合間に、ここら辺もやりつつ、ここら辺も制圧するっていう感じで、そういうスタンスでやっていきましょう。で、多分こいつ、マンモスは仲間にはならないような気がするので、勝ったらそのまま終了な気がするんで、まあこれは一番最後でいいかなと。で、それ以外の仲間になるやつをこう倒してね、引き連れていきたいなと。あとクマと、あ、そうだね、あ、超強いじゃん。一番強いんじゃないの。うん、一番強そう、ブラッドファングサーベルトゥース。なので、あとはまあグレートスカーベアとスノーブラッドウルフのどっちかをこう仲間にしてね。うん、よしよしよし、オッケー。ということで、じゃあ続きはまた次回。それじゃ、またな。